はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた、タイトルを見ていただいた通りになるんですけれども、第106回日本選手権陸上大会 1000m 兼オリコン2020世界陸上選手権大会日本選手権代表選手権、まあ噛んじゃった、もう一回やり直し、第106回日本陸上競技選手権大会 1000m 兼オリコン2020世界陸上選手権大会日本代表選考陸上競技会と成功グランプリが成功グランプリに行くことが決定しました。TKT プロジェクト応援に行かせていただきます。報告だけじゃないんだから、これが。まあまあまあ、落ち着いて。5月7日に行われる1万メートル日本選手権も、めちゃくちゃすごい選手はたくさん出るんですけれども、5月8日に行われる成功グランプリの見どころを伝えていこうかなと思います。今回の見どころなんですけれども、世界各国から来る超豪華選手が多すぎます。まず、100メートルにクリスチャン・コールマン。噂と知れたスタート天才お化けです。400メートルにはマイケル・ノーマンス選手。今年もすでに200メートルを19秒8台で走っております。400メートルハードルにライ・ベンジャミン選手、東京オリンピックでも第2位に入り46秒1台の好記録を出しております。日本トップ選手はもちろん、海外の世界トップ選手もかなり来る、とても見どころがある大会になってます。見どころはここまでなんですけれども、 TKD プロジェクトから今回視聴者の皆様になんと大ニュース。1万メートルの日本選手権ももちろんですが、見どころ100億満点の成功グランプリ、両日ともにチケットダブルをペアでみんなに配っちゃいます。パーフェクトヒューマン、やった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 、なんでそんなことができるのというところなんですけれども、アシックさんにご協力していただいております。やったー。ということで早速応募条件、応募方法などなど話していきたいと思います。ダッシュでいこうぜ。1万メートル日本選手権と成功グランプリセットのペアのチケットを配ることになってるんですけれども、 A 席、 B 席、 C 席ペアで15組様にお届けさせていただける形になりました。もし当選することができれば、両日どちらも見に行くことが可能になります。 A、B、C、15組ずつなので計45名の方にお配りすることができます。彼女と言ってくれてもいいし、いないか、友達なり皆さん当選者の方にお任せします。皆さんの都合もあると思いますので、一人で行くのも可能ですし、成功グランプリか日本選手権どちらか片方でも全然問題ないです。皆様の都合に合わせて行っていただいて大丈夫です。応募条件と応募期間について話します。簡単です。 TKD のインスタグラムに欲しいと分かるメッセージを送ってください。以上。当選した方には動画公開日から1週間以内にご連絡させていただきます。当選した方のみにメッセージは返信させていただきたいと思います。次がポイントになります。受け取り方、今回発送ではなく当日現地でお渡しする形になります。当日当選した方のメッセージ画面を見せていただき、当選した方が僕にメッセージを送ってもらい、その方であることを照合させていただきたいと思います。不正のケアになりますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。受け取り場所なんですけれども、今回なんとアシックス様のご協力をいただいておりまして、トライアシックスという場所がありまして、ブースですよね。そのブースに TKD と YOSHIKI、 いつも動画に出てくださってる小磯さんいますので、そこでのお渡しとなります。プラスなんと当日トライアシックスではエフォート13、ピンレスのメタスプリント、メタスピード LD などを現場で履ける体感もできますので、チケットが当たらなくても来ていただいて一緒に写真など撮ってね、盛り上がれればと思います。また国立競技場の外苑も側の方にあります。当日千駄ヶ谷からいらっしゃる方も多いと思いますので、遠くなっちゃいますけれども、こちら気をつけてください。お渡しするお時間の予定なんですけれども、5月7日1万メートルの日本選手権のスタートが19時予定ですので、お渡しの時間は16時半から18時半までにさせていただきたいと思います。5月8日ゴールデングランプリは競技開始時間が13時10分になりますので、お渡し時間を午前の10時から12時までにさせていただきたいと思います。この時間以外の方にいらっしゃる方は、小磯さんとトレアシックスのブースにいるメンバーさんが対応してくださるそうなので、そちらにお声掛けください。当選した方でわからないことがあれば、今回の YouTube のコメント欄、または僕のインスタのメッセージ、どちらでも構いません。直近で決まった今回のチケットばらまき大会だったのですが、皆さんのたくさんのご応募をお待ちしております。東京オリンピックが無観客で、陸上のファンのみんなが新国立競技場で世界トップ選手の走りを見ることができなかったんですが、今回の成功グランプリでその東京オリンピックで活躍した超大物アスリートがたくさん来ますので、この機会は僕は本当に逃してほしくないなと思います。本当に自分の陸上感覚とか競技場の凄さも伝わると思いますし、プラスアシックスの
ブースでもとても楽しめると思いますし、僕もお時間の許す限り皆さんとたくさんお話できればいいなと思いますので、最高の時間を皆さんに過ごしてほしいなと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。